こんにちは、チョメです。5年目第28章、ストーリーパート6分の1、メルーラと一緒に呪われた部屋の作戦を立てよう。メルーラと会う、ホックスヘッド、ハリーポッター、ホグワーツの謎、やっていきます。で、服装もちょっと変えました。ちょっとね、緑っぽくしました、さらにね。パトロン、カピカピになったフォークが嫌だって、なら他で食いな。まあ、その通りだな。最近面白いいたずらをしてるかな。いや今ね、結構大変なんです。ドラゴンの勉強してます。また君か、常連になってきたな。確かにね。まあ、3、4回ぐらいしか来てないと思うけど。あんた、ここでは顔が割れてるわね。YouTube、ホックスヘッドにどれだけ頻繁に来てるのよ。頻繁に来すぎ、もっと頻繁に来たい。初めて来た。これ嘘ついてみよう、わざと。何を言ってるのかわからないな。ここに来たのは今回が初めてなんだ。やばい。信頼を失っちゃうかもしれない。冗談を言ってるのか、ただ嘘をついてるのか、全然わからないわ。でもこういう場所で真剣に話すとき、こうやって嘘つかれると腹立つな。だからごめんなさい。謝っとこう。それが何なんだよ。どうせ僕の言うことなんて信じないだろ。いや、こういう性格嫌だわ。ゲームだからちょっと選んだけど。リアルではやらない。あんたのことが分かってきたと思ったら、こうやって不意打ちをぶつけてくるのよね。あんたってそういう人よ、YouTube。だけど、ここで会おうって言ったのは君じゃないか、メルーラ。それはホグワーツの周辺であんたと一緒にいるところをあんまり見られたくないからよ。私たちがただの呪い破り見習い同士じゃなくて、友達だと思われるかもしれないじゃない、いいじゃないか。イノシシかわいい。それは大変だ。とにかく何か話があって呼んだんだろ。もちろん呪われた部屋のことよ。あんた言ってたわよね。準備万全でも、そうでなくても部屋に入らなきゃいけない。レイクピックもそう思ってるみたいだった。僕たちがケトルバーに会いに行ったら、そのことについて話すって言ってた。そうよ、それでレイクピックと話す前にあんたと話したかったの。あんたなら経験があるでしょ。私よりも呪われた部屋に入った回数が多いもの。まあ確かにね、1年生の時からずっと入ってるもんな。君は何回入ったんだっけ。一番最初入ったよね、メルーラ氷漬けなったから。1回もないわ。嘘だ。違う、最初の違うわ。あれ氷の部屋だわ、ただの。呪われた部屋はないね。だから呪われた部屋に入ったら、どんなことを予期してないといけないのか教えてほしいの。最初呪われた部屋、誰連れて行ったかな。ビルとペニーだったかな、ベンだったかな。ちょっと動画を見直そう。ノートまで持ってきたのか。この僕が言うことをメモするためにか。だからどうやって言うのよ。メルーラをからかう。メルーラを元気づけ。元気づけよ。見れてない人もおるし。メルーラ、呪われた部屋に初めて入るんだから不安を感じるのは当然だよ。こんな服で来て、ちょっと、あれだな、挑発してるみたいだな。服も動いてるし、帽子も動いてる。集中できないな。後ろの人怖いな、しかも。不安だなんて言ってないわよ。呪われた部屋に入るときに不安に駆られるのは普通だよ。呪われてるんだから。不安なのはあんたじゃないの、YouTube。私は不安なんて感じてないわ。それじゃあそのノートは、落書きするために持ってきたのか。ノートのことはもういいわよ。持ってくるんじゃなかった。メルーラ、これは一緒に乗り越えないといけないことなんだ。部屋から無事に生還して呪い破るにはお互いを信用できないとダメだ。もう最初自分で信用を失ってるけどね。嘘ついちゃったから。わかったわよ。呪われた部屋に入るのは初めてだからちょっと不安を感じてるのよ。これでいい？うん。呪われた部屋に初めて入るのに全く不安を感じてなかったら逆に心配してるところだったよ。そう。それならいいわ。呪われた部屋の中がどんな感じかを教えてもいいけど。いざって時に対応できるように君を訓練した方が、もしかしたら君を安心させられるかもしれない。あんたが？私を訓練ですって？私はホグワーツで最強の魔女などよ。僕の申し出を断る前に、せめて僕の考えていることを聞いてくれよ。なんかいいね、こうやって。たくさん今日はメルーラの話が聞けた。こういうホグミス好きだわ。3時間、メルーラに計画を売り込む。いや、いいね。でも、このループはあまり好きじゃないけどね。一緒に呪えた廊下を探索できるんだ。まあ、ループまでは楽しいけど。あんたのアイデアが全部いいとは思えないわ。この終わった後のね、会話とかそういうのが私は好きですね。私の部屋に入る心の準備を本当にあんたが手伝えって思ってるの？パッと頭に浮かんだアイデアを並べてるから使えないものがあると思う。本当楽しいよな、ホグミス。強い敵を相手に決闘の練習ができるのよ。
もうね、癖になっちゃったよ、これが。僕だってたまには不安になるよ。一緒に呪文を唱える練習をすれば、二人とも強くなれるよ。すいません。マイクがなんか、いろいろ拾ってるかもしれん。リアルの生活環境。呪われた部屋によって対応の仕方が違った。だから今回も予想外のことが。今、投稿時期見たらわかると思うけど、暑くなってる時期で、エアコンもつけれないからさ、まだつける時期じゃないからね。なんかそんな感じです。パッと頭に浮かんだアイデアを並べてるから使えないものは、もうちょっとしたらエアコンつけるけどね。このことは誰にも言わないって約束しなさいよ、YouTube。あんまリアルな話はやめよう。ちょっと音が入っちゃったから、ついそういう、やってしまった。あ、待ちます。はい、回復してきたので、続きをやっていきますね。あんたより私の方が強いってことに同意できるならいいわ。訓練の内容には私も口を挟ませてもらうからね。ちょっと休憩したらちょっと喋りづらくなっちゃった。あんたのアイデアが全部いいとは思えないわ。進める。強い敵を相手の決闘の練習ができるのよ。できるよ。僕だってたまには不安になるよ。どこがループだったか忘れちゃった。もうこの辺ループだったのかな。はい、ちょっと休みすぎたね。2時間だけど。はい、いつも通りコインをゲットします。どうかなメルーラ、初めての呪われた部屋から無事に出てこられるように僕に訓練を任せてくれないか。あんたがそこまで言うなら私の訓練をさせてやってもいいわ。嫌だって言わずに受け入れてやったんだから感謝してよね。ありがとう。どういたしまして YouTube。 それでまずはどうしたらいいの。まずは呪われた廊下に行くんだ。氷があるかな。次、メルーラと探索する。廊下へは体一つで行けばいいってことにしたわ。今からこの呪われた廊下を調べに行くわよ。じゃあやっていきましょうかね。こんにちは、チャメです。5年目第28章ストーリーパート6分の2。メルーラと一緒に呪われた廊下を調べよう。やっていきますね。廊下でメルーラと探索する。ちなみに服装また変えました。やっぱりずっと一緒だと面白くないと思うからね。実況的にいろいろちょっと適当に変えました。これが呪われた廊下？呪われた場所だからもっと何か感じるかと思ったけど、がっかりさせちゃったかな。大丈夫よ、もともとあんたに期待なんかしてないから。それで次は何？私たちが探してる呪われた部屋の入り口はここにはないわよ。ないかもしれないし、あるかもしれない。なるほど、そういう可能性もあるのか。どういうこと？唯一の手がかりである部屋の絵には入り口は描かれてなかったわ。うん、つまり入り口はすごく巧妙に隠されてる可能性があるってことだ。だから呪われた部屋への秘密の入り口がどこに隠されてるとしたらレベリオだよね、確か。呪われた廊下みたいな場所はうってつけってことね。うぐ、もしかして今あんたと息が合っちゃった？僕が考えていたことを見事に読み取ってくれ言ってくれたな。逆に僕が君の考えを読み取れるようになったら心配した方がいいと思うけど。私たちがこうやって一緒に何かをするなんて慣れるまで時間がかかりそうね。うん、そうだな。とりあえず隠された部屋の入り口を探すところから始めよう。防音設備完備の家が欲しいです。1時間だね。1回で終わりそうだね。はい、生活音が全て入っちゃうな、夏になると。あんたは廊下のあっちの隅を探して、私はこっちの隅を探すから端がねちょっと動揺してる。あんたのことをこんなにも我慢してるなんて、レイクピックがきっと。じゃあ手を貸そう。こっちの探すのを手伝ってよ。まあ役割分担の方が大事だと思うけどね。あんたと私が喧嘩もせずに一緒にいるなんて誰にも言わないでよ。かわいいな、なんか。この像を見てよ。君が悪い。あんたは廊下のあっちの、ループだね。じゃあ、チョメにしよう。こうやってね、全部読めるようにするわ。呪われた部屋に入るときは、友達を必ず一人は連れて行ったんだ。グラグラしてるレンガを動かしたら秘密の扉が現れるかも。レベリオだよ、レベリオ。入り口を見つけたらすぐに中に入るべきかな。それともまずレイクピックとビルを探すべきかな。君はいいことを言っているときでも、角があるよな、メルーラ。角かな。角じゃないね、角だね。すぐに入り口が見つからなくても本当にここにないとは限らないよ。まあ忍耐も大事だよな。あ、ループだね。他はないよね。じゃあメルーラで締めましょうか。
はい、いつも通りコインをゲットします。ゲット。この廊下は隅々まで探したけど、秘密の入り口なんて全然見つからないわ。うん、部屋の入り口が本当にここにあるならすごくうまく隠されてる。呪われた部屋に入る心の準備を手伝ってくれるって言ったんだから、もっと私が鍛えられるような訓練をしてよ。それじゃあ訓練を続けたいってことか。え、戻るの？わざわざ。私はこの廊下から出たいのよ。わかったよ。決闘の練習はどうだ？あんたと決闘なんて腐るほどやったわ。だけどレイクピックにはドラゴンに備えろって言われただろう。ドラゴンと決闘することになったらどうするんだ？ドラゴンとの決闘を練習するなんて無理よ。ドラゴンは無理だけど獣なら練習できるよ。キメラかまた。相手になりそうな獣にちょうど目星がついてるんだ。私の決闘の先生が応援についてなかったら私は何とも決闘しないわよ。それなら早速ディエゴを探しに行って森の一部に広がる林に向かおう。林？アクロマンチュラか。アクロマンチュラっぽいな。獣と決闘する。獣じゃないな。でもアクロは、うん、森の一部に広がる森へ行くぞ。どんな決闘が僕たちを待っているのか楽しみだ。トルブス？いや、トルブス獣なんかな。あれ、あ、これ出ちゃった。ちゃんとあの見せたくないけどやってるからね。950だよ。裏でちゃんとやってますからね。獣と決闘する。アクロマンチュラ獣っていうよりなんか雲だからな。あ、トルブスだ。トルブス獣なんだ。はい、